室で一人授業聞くんだ。後ろの方が騒がしい。喧騒まみれの世界さ。こっち中の教室で閉じ込められた時間で、後ろの方が騒がしい。何がそんなに楽しいんだ。同じ毎日を引きずるように過ごすよ。ありふれた言葉の渦を吐き捨てるように過ごすよ。部屋に帰って鬼は外、 iPod を手に取り、お気に入りの音楽を耳からのに流し込む。他人が悪いんだ。誰も分かっちゃくれない。正論ばっかり押し付けて、どんだけつまらん人間だ。全部他人が悪いんだ。誰も分かろうとしない。あの人だけが僕のこと本当に分かってくれるんだ。あなたは僕の神様。勝手に作ったイメージの中、本当のあなたを知りもしないが、自分を重ねて一人遊びさ。